オルジアンドラーでは、ポルトガル出身の元サッカー選手、ポルトガル代表であった。現役時代のポジションはディフェンダー。ポルトガル代表でチームメイトだったミゲル・モンテーロ、ルイス・ナニ、ネルソン・マルコスらと、同じく、かつてポルトガルの植民地であった、カーボベルデにルーツを持つカーボベルデ系ポルトガル人で、ある。2006年には、カーボベルデを訪れて草サッカーを楽しんだ。リスボンに生まれ、 1997年に地元の CFS トレラー・アマドーラからプロデビューした。2シーズン連続でリーグ戦8位となり、2000年に北部の FC ポルトに移籍すると、2001から02シーズンの UEFA チャンピオンズリーグではチーム最多の12試合に出場し、グループリーグ2位で決勝トーナメントに進出した。2002FIFA ワールドカップ本大会後、 スペインリーガーエスパニョーラのデポルティー・ボラ・コルーニャに移籍した。移籍金は1200万ユーロであり、最大で1300万ユーロまで上昇する可能性があったほか、移籍金のうちの300万ユーロ分は、ヌーノエ・エスピリット・サントが FC ポルトに移籍することで、肩代わりされた。2002から03シーズンは、セサル・マルティンとヌールティーン・ナイベトがレギュラーであり、 リーグ戦では11試合の出場にとどまったが、2003から04シーズン以降はチームに不可欠な選手となった。2004年4月21日、UEFA チャンピオンズリーグ準決勝のフルス FC ポルト戦でデコを軽く蹴ったところ、代表のチームメイトに対しての親しみを込めた振る舞いで、あったにもかかわらず、主審には理解されずに退場処分を受け、1試合の 出場停止となった。2007年夏、約1000万ユーロの移籍金で、イタリアセリエへのユベントス FC と契約した。しかし、9月23日の AAS、ローマ戦中に、左室外骨骨折という重傷を負い、2007から08シーズンの残りを欠場した。2008年夏のプレシーズンには、同じ箇所を負傷し、 過去1年間で3度目、過去4度目の手術が行われるとともに、2008から09シーズンを丸々棒に振った。アンドラーデ本人は負傷前と同レベルでの復帰を願ったが、ユベントス FC は彼のために支払った遺跡金や彼の年俸にそれだけの価値がないとみなした。2009年4月8日、ユベントス FC とアンドラーデは双方合意の下で、 契約解除に合意し、自由に所属クラブを探すことが可能になった。2009年7月には、マラガ CF のトライアルを受けたが合意に達しなかった。2010年2月には、メジャーリーグサッカーに属するカナダのトロント FC のトライアルを受けたが、やはり契約には至らず、現役引退を決意した。2001年4月に、ポルトガル代表デビューした。 2002年には 2002FIFA ワールドカップに出場し、2004年に出場した UEFA ユーロ2004では主力として準優勝に貢献した。代表では通算51試合に出場して3得点しているが、ユーロ2004の準決勝、オランダ戦ではオーンゴールを記録している。2006年の 2006FIFA ワールドカップ本大会直前に 左膝人体を負傷し、大会には出場できなかった。UEFA ユーロ2008予選には5試合に出場したが、2007年8月22日のアルメニア戦が最後の出場となり、ユーロ2008本大会には出場していない。現役引退後、アコリューニャ郊外の町に開店した居酒屋を友人と共に経営している。 またデポルティーボラ・コルーニャのインドアサッカーチームに所属し、かつてのチームメイトであるジャウミーニャやフランと共にプレーしている。ありがとうございます。